戦の時代はすでに何年もの長きにわたりこの国に続いていた。地と同国の光景は王子も何一つ変わりなかった。殺せ、早く。まだ生きて逆らう者どもに思い知らせよ。それも晒しとけ。愉快の巻。おい、頼め。こんにちは。これ、先生に。わ、ありがとうございます。なんの、こんなんじゃお礼にもなんねえけどな。先生のおかげで、せがれはまた走れるようになったんだ。あんな人がいてくれるんだ。この世もまだ見捨てたもんじゃねえ。肩の筋肉の力で曲がるようになっている。練習すれば必ず動かせる。おお、腕だ、俺の。あんた、よかったね。ああ、本当にいいんですかい、こんなすげえものをタダで。わしの勝手でやってることだ。ありがとうございます。師匠、この男に使い方を教えてやってくれ。はい。次。中海先生は神様みてえなお人だ。ええ、本当に。師匠はみなしごだった俺に生きる意味をくれた。ここで働ける俺は幸せ者です。師匠、今までずっと。どうしましたか？樹海先生の家はこの先でしょうか？この子の腕を。通りすがりのお侍に言いがかりをつけられて。大丈夫です、師匠なら必ず助けてくれます。少し時間がかかるかもしれんが、できるだけのことはしてみよう。本当ですか？ありがとうございます。よかった、よかったね、うん、本当に本当にありがとうございました。すぐに元気に遊べるようになりますよ。実はどれだけ怖い人かと思ってましたけど、来てみて本当によかった。人の噂なんて当てにならないわ。噂？
要。師匠、本当なんですか？あなたが昔柴殿に仕えていたというのは。海に落ちたわしを拾ったのは大陸の船だった。そのまま大陸に渡ったわしは、手足を失った者たちに作り物の手足を補う技と出会った。罪滅ぼしなどというつもりはない。ただ何もせぬまま死んで楽になるのだけは許されぬと思ったのだ。一度死んだはずのわしは生かされた。わしにはまだすべきことがあると。芝陵金石の戦で私の父は死にました。父上、父上、父上。お前が父上を。要、頼む。命乞いか、今さら。わしの命などいくらでもやる。この仕事が済んだらいかようにしても構わん。だがあの親子との約束だけは。あの子のためだ。すまぬ。あなたは俺を救えない。ているのか、こんな。行きたいのか。ナルタか。はい、男の子にございます。でかしたぞ、奥。立派な跡継ぎじゃ。
お前そのカニに大層好かれたようだが、無理をするとその面に傷がつくぞ。どれ、何匹か持って帰って焼いてやろう。そろそろ戻ろうか。わしは再び生かされた。体のあちこちをかき、こちらの言うこともどこまで伝わっているのかもわからない。だがこの子には不思議な力がある。生き抜くための強い力。お前の名前だ。この世には何百もの鬼より恐ろしいものがいくらでもある。だが負けるな、百鬼丸。お前なら必ず超えていける。大丈夫か？今のは一体。ん？どうした？もののけが。この力に惹かれ集まってくるのか。百鬼丸、わしもいつまでもお前を守ってやれるわけではない。お前が一人で生きていくために強くなるんだ。参りました。さすが多宝丸様、お強い。どうだ、僕はこの国で一番強いんだぞ。多宝丸、剣の稽古か。父上。高い。お母上。あ、どうした。それより父上、この間の戦の話をお聞かせください。よかろう。手当てをしてやらねば。
痛みを知らねば恐れも感じぬ。切り刻み、殺し、命を奪い取ることに何のためらいも生じはしない。願いはただ一つ。生まれ持った運命に負けず、強く生きてほしい。ただそれだけのはずだった。わしはまた間違ったのか。決まる。右足は手荒く動かしたからか。大丈夫か。これは一体何が なんということだ。足だ。生身の足が生えた。どうしてこのようなことが。あやかしとは、人を食らうだけのものではない。時に彼らは人の心を惑わし、その力を貸し与えもする。人知を超えた力でもって人に恩恵を与え、代償として人から何かを奪っていく。お前もそういう因果の中で奴らに体を奪われたのやもしれん。わしは行けん。足でまといになるばかりだからな。結局何もしてやれなかったな。わしはただ殺生を教えただけで、お前を拾った時身につけていたお守りだ。持っていればどこかで本当の親と会えるやもしれん。化け物をぶっ殺して回ると取られた体が戻ってくるってわけか。そういうことなんだろうね。昔誰かが化け物どもと取引でもしたんだろう。あの子の体と引き換えにね。ひでえじゃねえか。何もらったんだか知らねえけど、目も鼻も口も丸ごと全部やっちまうなんてよ。ああ地獄に落ちる覚悟でもなきゃできないことさね。なあ、なんで化け物どもはそんなん欲しがるんだよ。目ん玉一つ食ったって腹の足しにはなんねえだろ。さてね、心の足しにはなるのかもね。なんだよそりゃ。ん、百鬼丸、起きたのか。おい暑かったか。なるほど、痛みが戻ったか。何してんだ、やけどちまだろ。ったく、いきなり何なってんだよ。おい、ったくもう。
わしはどこへも行けぬ。百鬼丸。